バート・エント・バッハのパノラマバート・エント・バッハは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、マールブルク・ビーデン・コプフ郡の町村である。この町は、ディレンブルクの東 15km、マールブルクの西 20km の、ヘッセン・ヒンターラントと呼ばれる地方に位置する。クナイプ式水浴で知られる、この温泉町は、ラーンディルベルクラント自然公園のグラーデン・バッハ、山地中央に位置する。 この地域は森に覆われた丘陵地で西の緩やかに波打つボッテンホルン高地東のザルツベーデ川上流に向かって開けた谷が特徴である。ザルツベーデ川の谷はエントバヒャープラッテを含むツオルブヒエの山並みを越えて南に向かう。バーとエントバフハには広大な森があり、町域の1、3が森林で覆われている。 比較的早くに成立した低住地を中世世紀の後半には重要な交易路、観葉道路が通っていた。すなわち当時極めて重要な街道であったライプツヒケルゲン,ン距離交易路とベストファーレンベクである。ザルトベーデ川上流の谷ではアワージェライトスウェグと呼ばれるマールブルクヘルボルン、ディベンブルク観葉街道は19世紀後半まで利用されていた。 この地域では、ブランケンシュタイナー・オーバーゲリヒと名前が加わった、ヒンターラント方言の定地ドイツ語が話されていたが、次第に衰退しつつある。バート・エントバッハは、マールブルクの西 20km、ディレンブルクの東 15km、ベッツラーの北 21km に位置する。これは、変化に富んだ中低山地である、グラーデンバッハ山地の、いくつかの異なった。 自然環境空間の継ぎ目にあたる。この町は、ラーンディルベルクラント自然公園に参加している。この地域の多くは、ラインシーファー山地の南東斜面で、西ヘッセンボン地のブチスナ島地域への移行部によって、占められている。町域北部の一部は、ボッテンホルン高地の南斜面にあたる。この高地は、地質学上。 かつてははるかに高い孤立法だった第三期のアインゲルブルク三階が地質学的な時代の進行とともに最大海抜609メートルの現在の状態の高地に削り鳴らされたものである。ハルテンロートやエントバッハといった中心的集落が位置するザルツボーデ川の上流南側は平原通区と呼ばれる歴史的なゾルブヒへの交差点につながっている。 南の超域沿いのピークが約500メートルまでの山並みの中にギュンターロート地区が位置する。ボッテンホルム高地は多くの川の水源地であり分水海となっている。ここには数多くの小川が流出するほかやや大きな川も湧き出している。西から時計回りに列記するシェルデ川、ガンスバッハ川、ペルフ川、ダウトフェ川、アルナ川、ザルツベーデ川、 ジークバッハ川。これらは、山頂や谷とともに、このなだらかな山並みをいくつかの居住空間に分けている。町内のどこであろうと自然は、集落のすぐ近くにあり、いくつかの居住地を取り囲んでいる。町域南東部のボンメルスハウゼンイコールヒュッテと、バイデンハウゼンとの間にあるヒメリーヒさんは、ザルツベーデの谷の真ん中に、ンヌキのように横たわっている。 ザルツベーデ川は、シュリーヤバッハ地区に湧き出し、ハルテンローとエントバッハ地区を呼び、ヒュッテ集落を流れる。バーとエントバッハ町内の地区分布町域内は、高度差が大きく、280メートルから564メートルにまで分布する。ヒュルスホーフは495メートル、ボッテンホルーンは485メートル、デルンバッハは470メートルである。 ギュンテロート410メートル、シュリアーバッハは370メートル、ボンメルスハウゼンは350メートル、ハルテンロートは335メートル、エントバッハ300メートル、ヒュッテは285メートルである。町内にある高い山は、西から時計回りに、 ヒルシュホール502.4メートル、シュタイガー542.8メートル、ビュルゲロー563.9メートル、シンデベルク553.2メートル、フライエイコールベルク528.1メートル、エイバースベルク507.8メートルである。ザルツベーデの南では、エントバヒャープラッテ467.1メートル、 その西の無名のピーク487.7メートル、メルベルク472.1メートル、キッセルイコールベルク439.1メートル、シェーンシャイト490.2メートル、その北東に250メートル離れた位置にある無名のピーク498.0メートルがある。この地方、並びに、長域の工業は、長い伝統を有しており、 古代にまで遡ることができる。ケルト人やゲルマン人はこの地方のドレライトの隙間から露出した赤鉄鋼を武器の製造に利用していた。工業は中世の真中を通してごく近年まで行われていた。ここでは沼鉄鋼を加工する製鉄業者がボンメルスハウゼンのヒュッテ集落に製鉄所を作った。この製鉄所が稼働したのは16世紀の初めから 後半までの短い期間だけであった。1499年に、この場所は、スカレコモーラー・ユエスセス・デア・モイレン・ウーフ・デア・シュミッテン、と名付けられていた。この鍛冶屋の水車は、ボンメルスハウゼンの製鉄所の先駆けとなった。その原石は、ボンメルスハウゼン、ボッテンホルン、デルンバッハからもたらされた。この製鉄所が閉鎖されると、 例えば1660年にボンメルスハウゼンの住民は製鉄業を維持するために鉄鉱石をロートハイムのビーバー製鉄所に運ばなければならなかった。ボッテンホルンの鉱山は1668年から1677年までビーデンコプフ近郊のルートビヒスヒュッテに多くの鉄鉱石が運ばれた。この時代の記録は どの地区からどれほどの鉄鉱石がルートビヒスヒュッテに安価な値段で運ばれたかを記録している。ボッテンホルーン126マース、ギュンテロート102マース、エントバッハ100マース、ハルテンロート91マース、シュリアバッハ45マース、ボンメルスハウゼン85マース。鉄鉱石の輸送には、ギッシャで1日以上かかった。 1849年のルートビヒスヒュッテのコンネリの記録は例えば、デルンバッハから6台の荷車分の鉄鉱石について記述されている。現在の長域内の鉱山の広がりや重要性をいかに列記する。列記したのはよく知られた主な行動だけである。残りの中世初期から世紀の数多くの無名な行動は、その横高校、荒野ボタ山。 あるいは、地名の語尾に、こうを意味するカウテやマイナスグリワットを残すだけである。ギュンテロートには、1775年から銅と鉛を、19世紀には、重症石をも算出した、アムシェーンシャイトがある。1977年から1982年まで、ドイツ連邦地球科学、天然資源研究所は、アムシェーンシャイトに、重症石、銅、 銀のための研究用ボーリングを行った。金属価格下落により拡充はなされなかった。1674年から1878年まで、ハルテンロートのグリューナーバウム港では、銅や塩鉱が採掘され、アイゼンベルク港では1775年から1830年まで、鉄、銅、ニッケル、亜鉛、マラカイトが取れた。ヘッセンは、 オーバーゲリヒトアム・ブランケンシュタインに7 3 3年から5つの新しい鉱山を開発した。このうち2つがハルテンロートに、1つがボンメルスハウゼンに設けられた。1783年からヤーコプグルーベから銅鉱が1800年から1846年まではヒルシュホールーとホルデ・アイントラハトから銅鉱とアエン鉱が採掘された。 この頃、ハルテンロートに、聖堂の鋳造所が設けられた。1828年には、すでに重昇石が見つかっていたが、当初は、その採掘は行われなかった。1884年からやっと、ビスマルク港で重昇石と銅が採掘されるようになった。この行道は1957年まで、採掘されていた。付属の明石粉砕工場は、 隣接するバレンフェルスにあるコッペ港から産出したアキライシも使っていた。ハルテンロートの重症国鉱脈はドイツで最も重要なものの一つであり、最大180人の雇用者に仕事とパンを与えていた。ボッテンホルーンのフェアゼーヌング港では1845年に鉄、銅、ニッケルの採掘が始まった。クロイツベルクでは1845年から 赤鉄鋼が産出され、1870年から、重症国鉱脈が見つかった。1956年に、バーバラ鉱がさらに設けられた。デルンバッハでは、例えばかつてのデルンバッハ、ボンメルスハウゼンの教会にあるヒンターミューレの高台、ルーレ・マルクの行動が示すように、鉄鉱石採掘は、中世にまで遡る。このでは19世紀後半まで採掘が、 続けられた。1930年代に、ここで、再び採掘が行えないか試掘が行われた。エリーザベトコは19世紀半ばに、鉄鉱石と重傷石の採掘を始めた。1920年代にデルンバッハの北に、縦鉱が掘られ、やはり、アキライシが採掘された。ボンメルスハウゼンにも、かつてのボンメルスホイザーイコールユッテのように、 中世にまで遡る鉱山があったことが分かっている。多くの地名の語尾にグリワットがつくことがそれを示している。赤鉄鉱は現在でも多くの行動跡で見ることができる。1654年から赤鉄鉱採掘は再び盛んになる。1733年にヘッセンホーハ白は新たな行動を設けた。 かつての行動の多くは口伝えに、その存在が伝えられている。名前が知られているのは、ラインボルン港だけである。ヒュッテ地区では、沼の近くに、ニッケル港が短期間だけ設けられていた。ここまで述べてきた行動はいずれも、経済的理由により現在では採掘は行われていない。ドレライトの採石場採石場でのドレライトの、 採掘は19世紀末からこの町のもう一つの生活の糧となった。このドレライトの変種はヒンターレンダーグリューニシュタインと名付けられている。この岩石は主に観覧石と普通奇跡からなっている。ギュンターロート、シュリーア・バッハ、ボンメルスハウゼンのかつての中小規模の採石場では現在も路頭やボタ山が見られる。ルンバッハ、 ボッテンホルン、ボンメルスハウゼンの大規模採石場では、その風景に深い反根を残し、部分的には風景を大きく変えてしまった。1902年に設けられた、大規模採石場、ハーンコプフは、現在も採石が続けられている。この採石場は2つの地区にまたがっている。採石フィールドは、ボンメルスハウゼン地区、破砕機のある管理棟や、 コンクリートミキサー施設がある、ハルテンロート地区である。両地区の境界となる小川ヒュルスバッハ川がこの二つの部分を分けている。採石フィールドの古い部分は廃棄物、石屑ボタ山でいっぱいになっている。ラーンディル地域、すなわちバート・エントバッハ周辺地域は、地理上、近くの脆弱なヨーロッパリフトに位置する。このリフトは、ローヌ川川口から、 ベルフォート三峡や、オーバーライン地溝西ヘッセンボ盆地、北ドイツ、北海を通り、ノルウェー前の油田群まで伸びている。また、第二の分岐が、ライン川沿いにその河口まで伸びている。ドイツやオランダではこのリフトに沿って、天然ガスや石油が産出する。ほぼすべての重要な光線もここにある。ザルツベーで川上流の谷は、 明らかに新しい時代の終局や断層を示しており、温泉や高泉に利用されている。100メートル深くなるごとに、摂氏3度ごと高くなる温度勾配に基づくと、平均気温摂氏7度のエントバッハ中央の地下1 0 0メートルの温度は、摂氏37度であると期待される。南から、ビースバーデン、ゼルタース、ノイゼルタース、ビスキルヒエン、レーンベルクを通って、 北に向かって、地中深くを含む塩素水が流れている。どこでこの流れが終わっているかは分かっていない。町内で湧き出し、その上流域にこの町が位置しているザルツベーデ川は、ハルテンローと北のザルツビーゼンに水源を持つ。バーとエントバッハボンメルスハウゼンと、グラーデンバッハレーマースハウゼンとの間の町境に、位置するナイボルイアトニッシの町境。1352年からは、 ヘッセンホハク領とナッサウう領との国境。現在までは、ジークバッハ・バレンフェルスとバート・エント・バッハ・シュリア・バッハとの町境。画面右手に古い境界石がある。町域の広がりは、事実上ラント平原によって定められている。これは、700年前から約650年前に、ヘッセンホハクによって作られたもので、インナー平原とアウサー平原からなる。 この暴類に囲まれた地域の中には、現在も集落があるのだが、これは、かつてのアムとブランケンシュタインの行政機関、オーバーゲリヒトを起源とする。その意味では、現在の自治体、バート・エントバッハは、650年以上の歴史を有していると言える。バート・エントバッハ町の北東の町境は、ボッテンホルンの東京と完全に一致している。この境界は、 ボッテンホルーンとホルツハウゼンとの間の山を越える中世世紀の軍用道路であった。この軍用道路はケルン・ライプツヒ広域通商路から分岐し、北のザック・プ・ファイフェ方面に伸びていた。デルンバフハ地区の東京はボンメルスハウゼンとバイデンハウゼンとの境界の南部分まで1297から1307年にヘッセン・ホーハク・ハインリヒ一世によって設けられた。 内貌類と正確に一致する。内貌類は、キュアムとブランケンシュタインのオーバーゲリヒトと、ウンターゲリヒトとの境界であり、同時に、ハルテンロート教区とグラーデンバッハ教区との境界でも、あった。そして現在は、グラーデンバッハとバートエントバッハとの町境となっている。さらには、方言の教会でもあり、民族衣装の教会でもあった。北西、西、 南の町境は、1359年から1374年に、かけて、ハインリヒ2世法博が築いた外防類に沿っている。この防類は、北は、クロイツベルクから始まり、アール川、ザルツベーで川分水海を通って、ソルブヒエ方面へ伸びてる。ギュンテロートは、当時の防類の外側、ゾルムス白領に位置していた。ギュンテロートの北と北東の地区境は、 外棒類のルートに一致する。1354年からデルンバッハ家のものとなったギュンテロートは1443年にヘッセンのアムとブランケンシュタイン・オーバーゲリヒトに組み込まれた。ギュンテロートが合併した後、その西の町境はハルテンロートやシュリーア・バッハの西境と共にヘッセン方百両となっしう公領との境界となった。その後は、 ディル軍とビーデンコプフ軍との境界となった。現在は、マールブルク・ビーデンコプフ軍とラーン・ディル軍との軍、境となっている。バートエントバッハに隣接する、市町村は、北から時計回りに、以下の通りである。アンゲルブルク、シュテフフェンベルク、ダウトフェタール、東は、グラーデンバッハ、南は、ビショフフェン、西は、ジークバッハと境を接する。 バートエントバッハの街は、以下の八つの地区からなる。概論、バートエントバッハ地域は、対極的には、南西ドイツ、北西ドイツ及び、ドイツ中西部の気候の境界地域に位置する。このうち、北西ドイツの海洋性気候がやや優勢である。より細かい気候上の地域でいえば、バートエントバッハは明らかに、ベスターバルト気候に属し、 平均年間890ミ、mm、リメートル近い豊富な降水量を特徴とする。超域は降水量の多い地域に数えられる。降水の多くは6月、7月及び11月、12月に降る。降雪は年間40日から50日ある。積雪は約60日、ヒュルスホーフやボッテンホルンでは90日近くになる。年もある。 ハルテンロートには、リフトや、照明施設を備えたスキー場がある。ボッテンホルム高地では、毎年冬になると難易度の高いロイペが刻まれる。穏やかな冬と暑い夏が特徴である。中核部付近に位置するエントバッハ、ハルテンロート、シュリーヤバッハ、ヒュッテを含むボンメルスハウゼンの気候データは、以下の通りである。1月の平均気温は約摂氏1.2度で、 寒気の強さによって摂氏3.6度から引く摂氏8.0度の間で変動する。4月の平均気温は摂氏6.1度、7月のそれは摂氏15.0度である。年間平均気温は摂氏7.0度である。ギュンテローとデルンバッハ、ヒュルスホーフ、ボッテンホルンのデータはこれらとは異なっている。ヒュルスホーフやボッテンホルンでは 高度の低い地区に比べて、果実や穀物の生育が約10カから14カ遅い。ギュンテローとボンメルスハウゼン、ヒュルスホーフ、デルンバッハ、ボッテンホルンといった高地の集落では、ザルツベーデの谷に位置する集落とは異なり、負担となるような蒸し暑さや視界を遮る霧とは無縁である。一方、東からの冬の寒気は避けようなくこの地域を直撃するが、 その出口は常にあり、ここに停滞することはない。天災2006年9月17日の晩、バートエントバッハに豪雨が降った。わずか数時間に100ミリメートルを超える雨が降り、ザルツベーデ川とエンデバッハ川の水位が堤防を越えた。堤防近くの家では、数分のうちに地下倉庫に水が充満した。この豪雨は、 街の歴史上おそらく最も甚大な被害をもたらした天才であった。バート・エントバッハのクアパーク周辺の被害が最も大きかった。水はヘルボルナー通り下の排水口に入るところでせき止められた。数分でその水位は1.6メートルにまで上昇した。大量の水はクアハウスや民家の1階の窓の安全ガラスを破壊し、文書館やレストランを 壊滅状態にした。2007年1月18日から19日にかけての嵐、キリルも数多くの信用樹林、特にボッテンホルンコーチの私有林及び超有林を根こそぎに打ち倒し、壊滅させた。また、ブナの森も、例えばデルンバッハの運動場東側の周遊林なども甚大な被害を受けた。バーとエントバッハの戦死時代は、 人の活動を示す古い痕跡から推測されている。現在分かっている、ザルツベーデ川の谷における文明の方がは、石器時代にまで遡る。ハルテンロート地区では、1920年以降、独特の加工が施された、新石器時代の角石が見つかっている。これは、もしかすると、武器や、農耕用具として使われていたものかもしれない。 この地区の別の場所でも、狩りや、農耕の道具が見つかっており、中には 2kg の重さがあるカラスキとして使われたと、推測される道具もある。ボンメルスハウゼン地区では、オーベルトの農園から新石器時代の、約9センチメートルの長さの台形の斧が、発見された。また、軍での掘削工事では、斧の一種である、ラブリウスの半分が発掘された。 この紀元前三世紀初めのラブリュスは溝で装飾された斧の最も南の湿土品であり、ヘッセン唯一の湿土例である。エントバッハ地区では、1952年にハルテンロートへ向かう通り沿いで、ラテーヌ文化時代の器が収められた穴が掘り出された。ギュンテロートでの水道施設工事のための掘削作業によって、新石器時代のものと思われる。 翡翠奇跡の斧が発見された。この斧は、この地域では極めて珍しいものであり、当時は、権力と冷静のシンボルであった。この素材は、ヨーロッパでは2カ所でしか産出しない。何百キロメートルも離れた西アルプスのモンテビーゾとモンテベーグワである。しかしこうした数少ない出土品は、必ずしも古い入植地と結びつくものではない。 ザルツベイで川上流の谷は、その位置や地形から、住みやすいところではなかった。南向きの地形、森や水の豊かさ、日当たりの良い周辺地域を有する北から南に走る横谷が、冷たく湿った西風や乾燥した東風からこの土地を守り、居住地を提供していた。ヒュルスホーフやボッテンホルン近辺の高地は、居住地として、 理想的な地形を呈していた。戦死時代や古代の入植地に関する具体的な証拠は現在まで見つかっていない。紀元前500年頃、ロタール山地とラーンディル地域は、ギーセン、マールブルク地域からのケルト人入植者によって占領された。ここで開発された実用品質の交渉が刺激となった。これにより、ハルシュタット時代後期に、 最初の確実な居住地が成立した。数多くの集落、川、山の名前がその起源をこの時代にまで遡り、例えばラる、フィー、エイや、山を意味するメリックが語尾につく。キリスト生誕前後の数十年間に、北東や北からエルベゲル満足がミッテルヘッセンに侵入し、ここに住み着いた。同じ頃に、ローマ人がライン地方から、 エルベ地方にまで派遣を拡大した。これにより、古い交易路が、ミッテルヘッセン地域にも通り、例えばニーダーバイマルやドラー近郊に、軍事施設が建設され、バルトギルメス付近に都市が建設され始めたことが、最新の出土品で裏付けられている。軍事施設は、期限後9年以後、おそらく、トイトブルク森の戦いで、ゲルマン人によって、ローマ軍が、 壊滅的な敗北を喫して、結果、荒廃した。民族移動時代まで、どの部族がこの地に定住していたかは正確には分かっていないが、最も可能性が高いのは、ケルト人とゲルマン人の根血民族であるカッティ族である。民族移動時代でもこの地域は、完全に解放されてはいなかったらしく、住民の多くは、その居住地に住み続け、 その言語上の継続性も守られた。ヒンターラントは、6世紀からのフランク人による、領土獲得の時代に新たに作られた、定住地ではなく、王、ガウの白、修道院、フランク人貴族によって入植がなされただけであった。こうして、フランク王国のセントカンクの教会や、ガウの教会が確定し、教会組織もこうした単位に従って、布教を行った。 7世紀初めから、アイルランドスコットランド系修道士の最初の拠点となり、これにより、ミッテルヘッセン地域の教会が設立された。聖母ニファティウスは、アイルランドスコットランド人組織を背景に布教を行い、ローマを模範に、その改革を行った。このローマ教会組織の区分や教会は、現在も一部残っている。また、所々で再構築されてもいる。 ザルツベイで川上流域の多くの集落は、8世紀には、すでに存在していた。ヒンターラント南部の、ラーヒエンハウゼン、ルンツハウゼン、レーマースハウゼン、エルツハウゼン、バイデンハウゼンといった語尾にハウセンがつく集落は、650年から950年までの、フランク人の入植時代に建設された集落である。エントバッハ、シュリーヤバッハ、ヒュルスホーフは、 同じ頃に建設されたのだが、アイゼムロート、ギュンテロート、ハルテンロートは、900年代末の発展期に、開墾入植地として建設された。この町で、おそらく最も古い入植地はボッテンホルンだが、デルンバッハは1350年に城塞とともに、入植地として記録されている。中世初期の入植地は、孤立農場、農場群。 小集落形式の山村から開放的で緩やかな結びつきの開拓村として建設された。入植地は修道院や教会への寄進、霊園や裁判権の授受といった関連する方向位がなされた場合やその住民が立ち会いに似や伝達師となった場合に名を挙げて記録されるだけであった。文献はこうした方向位のたまたま残された証拠というに過ぎない。 ザルツベイデ谷上流のすべての集落は13世紀から14世紀の資料に記録されている。この地域は7世紀にはすでにラーンガウとしてフランケン国家連合に組み込まれていた。1200年頃ザルツベイデ谷上流域はルーヒエスロー白領に属していた。この白領の領主はグライベルク城を本拠とするメーレンベルク家であった。 ヘッセン砲白は1325年にメーレンベルク家から司法権を獲得した。現在のバート・エントバッハ及びそれに隣接する地域を、その管区とするアムト・ブランケンシュタインのオーバーゲリヒトには、ボルムス司教及びバイルブルクのバルプルギス、帝国修道院が広大な所領を有しており、ナッサウ博が、ボルムス聖堂参事会の代官として、管理、運営を行っていた。 一方、チューリンゲンは、婚姻を通じて、ギーゾー白の所領と権利を検証し、帝国から、ブルクバルトからベスターバルトに至る地域の内広い部分を霊園として授けられた。これにより、砲白は、ナッサウ白の上位に位置する霊園領主となった。後の、マインツ指教によって、支援を受けて放棄した、白家との戦闘はこの時すでに用意されていたのであった。 100年に及ぶデルンバッハのフェーデとして知られる、この戦いで、ヘッセン砲白は、ヒンターラントのオーバーゲリヒト行政管区と、ウンターゲリヒト行政管区とを最終的に、ヘッセンの所領とすることに成功した。その後ヘッセンに属す地域は、侵入不可能な両側に堀を持つ、土塁上の林のパトロール道路であるアウサーヘーゲ、によって、西のナッサウ高流から守られることになった。 ウンターゲリヒトをオーバーゲリヒトから分離しているインナー平原は1297年から1307年にヘッセンによって建設されていた。二つの平原に挟まれた地域がオーバーゲリヒトとなった。現在、バートエントバフ派の西の境界となっているアウサー平原はこれ以後、ヘッセン方百両となっさう公領の国境となり、現在も軍堺を形成している。 ノイ・デルンバッハ城の城壁屋と長い戦いの当事者であったデルンバッハ騎士家はフェーデ州戦後ヘルボルナー・マルクにおける全権利と所領ヘルボルンゼイルバッハの西にあった先祖伝来の居城アルトイコールデルンバッハ城を放棄しナッサウ港に売却しなければならなかったデルンバッハ家はビッケン家とヘッセンホーハクの支援を受けて デルンバッハにノイデルンバッハ城を建設し、宝白から霊園を与えられて1350年以前の霊園を回復した。現在の自治体としてノバート・エント・バッハは1443年になって公式に管轄下に置かれたギュンテロートを加えたキュアムとブランケンシュタインのオーバーゲリヒトと完全に一致する。この地は1354年から ヘッセンホハクの霊園として、デルンバッハ家の管理下にあった。この町は、行政単位として650年に及ぶ歴史を有しているのである。6世紀半の間手が加えられることのなかった政治、及び、教会の組織構造は、地域再編や自治体再編によって、他の市町村のような改編を受けることなく、今日まで継承されている。宗教改革以前、この町を、 トリーア市教区とマインズ市教区との境界が通っていた。1350年以前、エントバッハとギュンテロートは、ベッツラー主席司祭区ディートキルヒエンアンデアラーン、ジョサイチ裁ー区に属しており、従ってトリーア市教区に含まれた。すなわち、両地区は、ゾルムス伯領の一部であった。ハルテンロート教区は、グラーデンバッハの、 本教会であるマインツの聖シュテファンジョ最長区に属し、従ってマインツ市教区に含まれた。この教会は、ギュンテロートと、ハルテンロート、エントバッハと、ハルテンロート、エントバッハと、ボンメルスハウゼンとの教会を形成していた。ギュンテロートが併合されたことで、遅くとも1367年からは、現在の長域全体が、ハルテンロート教区に属すこととなった。 最初に名前が知られているハルテンロートの司祭はペーター・フォン・ブーヒエナウである。グラーデンバッハ氏細工の分裂がその数年前に起こっている。おそらくナッサウ公領との境界である西の国境が定められた1352年以降である。これ以後、ハルテンロート教区と行政区分であるアムト・ブランケンシュタインのオーバーゲリヒト・管区とは完全に一致することとなった。 1567年に、ヘッセンが、ヘッセン・カッセル・砲白、ヘッセン・ダルム・シュタット・砲白、ヘッセン・ラインフェルス・砲白、ヘッセン・マールブルク・砲白の4つの両方に分割された後、アムト・ブランケンシュタインは、ヘッセン・マールブルク・砲白領となった。マールブルク・砲白家が1604年に断絶した後、その所領のギーセンやヒンター・ラントを含む南部地域は、 ヘッセンダルムシュタット砲白が継承した。30年戦争後もギーセン及びヒンターラントは1886年までヘッセンダルムシュタット砲白領に止まった。さらにグラーデンバッハは1821年にヒンターラント軍の軍長所在地となったが、その11年後には新たに創設されたビーデンコプフ軍に編入された。1866年の広島戦争で、 ヘッセン大公はオーストリア側に着いた。そのためプロイセンが勝利した後ビーデンコプフ軍はプロイセンに併合された。ビーデンコプフ軍とその市町村は、やはりプロイセンに併合された旧ナッサウ公領やヘッセン、先帝公領とともに1867年からヘッセンナッサウ州を形成することとなった。この地域の住民たちはこれ以後、ムスプロイセンと自称した。 1932年にビーデンコプフ軍はディル軍と合併して廃止された。しかし住民たちの強い抵抗により、1933年10月1日に再び元の軍構成に戻された。ヒンターラントの地域概念はこれ以後ビーデンコプフ軍に継承されていった。ヘッセンナッサウ州は1944年4月1日に、 ナッサウ州とクールヘッセン州とに分割された。バートエントバッハが属す軍は1945年までナッサウ州の一部であった。1945年3月28日の昼頃、この町はアメリカ軍第1軍第7機構師団の前衛部隊によって戦闘することなく占領された。アメリカ軍は西からアイゼムロートやビショフ編を経由して、 ハルテンロートやギュンテロートへ、バレンフェルスを経由して、ボッテンホルンへ進行してきた。この軍勢は、レーマーゲンの共闘補からベスターバルトを越えて、進行してきたのである。この軍勢が来る、前日の11時頃に、ドイツ軍の弾薬補給部隊はボンメルスハウゼン及び、ヒュルスホーフから撤退していた。燃料不足のために、多くの車両が放置された。ドイツ軍は、 約4時間後に、デルンバッハ、ボッテンホルン、ホルツハウゼンの間の森の中で、アメリカ軍に投降した。アメリカ軍入場後、それまでのすべての上位政治組織は解体された。1945年9月19日に、アメリカ占領軍政府は、グロースヘッセンを布告した。ここから、現在のヘッセン州が後に成立した。ヒンターラント軍はその古い領域を保持していた。 1974年7月1日に、ヘッセン州の地域再編に伴って、それまでのマールブルク軍とビーデンコプフ軍から、マールブルクビーデンコプフ軍が新設された。これにより、ヘッセン領主下一門内の政治的都合で325年以上分割されていた歴史的に同じルーツを持つ二つの地域が再統合されたことになる。 自然環境上もこの丘陵群は同じ地域に属している。遠距離交通路や通過交通から隔絶された。現在のこの街の交通状況は昔のそれとは全く異なっている。中世初期から後期までこの地域を重要な交易路が通っていた。これらの街道は概ね集落から離れた。 分水界となっている地盤の固い、乾燥した丘の上の尾根や、それに平行した斜面を通っていた。そのルートは固定されておらず、道がなくなると、そのすぐ隣から数百メートル程度離れた場所に、新たな道ができた。この地域で最も重要な古い街道は東西に、通る、遠距離通商路で、交易都市であるライプツヒトケルンとの間を結んでいた。この街道は、 マールブルク・オッカースハウゼン方面から、バイマル北部を通り、その後は、グラーデンバッハまでおおむね現在の連邦道、B255 号線沿いに伸びていた。ラーヒエルスハウゼン集落付近から、ボッテンホルン高地に上り、ヒュルスホーフの近くから、アンゲルブルクを抜けていた。ここで、北からニーダー・アイゼンハウゼンを通ってきて、アルトイ・コールデルンバッハや、ヘルボルン方面へ向かう。 方園街道と交差した。遠距離通商路、ケルン・ライプツィヒ街道は、アンゲルブルクから、エッシェンブルク中央部、ディーツヘルツタール、ジーゲンを経由して、ケルンに達しており、さらに現在のベルギーにあたるブラバント広告にまで、伸びていた。そのため、ブラバント街道とも呼ばれる。紅白は1261年に、ブランケンシュタイン城の城代である。 キシエルンストフォンロートハイムに対して、この地域のストラーダ・プーブリカを保護する、容疑無付けた。ラーンディル分水海、すなわちアールザルツベイで分水海を通るもう一つの、大変に重要な遠距離街道は、ベスト・ファーレン街道と呼ばれていた。この街道は、ギーセン方面からデューンスベルクを通り、ソルブーヒエまでは、現在の修道 L3047 号線にほぼ、沿っていた。 その後、ギュンテロート近郊、ハルテンロートとシュリーヤバッハの西側の斜面の道を、アインゲルブルクまで達している。その北側に伸びる街道をたどると、パーダーボルンやブレーメンに至る。谷を通る、それほど重要でない枝道に、オーバーゲリヒツベクがある。この街道は、マールブルクとヘルボルン、ディレンブルク方面とを結ぶ、通称、伝達路であった。この街道は、 現在の修道 L3050 線が建設された1865年頃まで、いくつかの集落を通る連絡路として使われていた。オーバーゲリヒツベクのルートは、グラーデンバッハ、ブランケンシュタイン城から、シュローグ・フィアベラシュ付近のインナーヘーゲの石所を通り、ハルテンロートを経由して、アウサーヘーゲの石所で二手に分岐する。一方は、ヘルボルン方面、 もう一方はディレンブルクエイタル。宝白の城であるブランケンシュタイン城、デルンバッハ城、バレンフェルス城の城代は、14世紀に、ヘッセン宝白から街道を保護するよう文書で、命じられた。現在のハルテンロードのプロテスタント教会中世、おそらくデルンバッハフェーデ集結後の1333年から1336年頃に、 広い教区グラーデンバッハ教区が設けられた。戦闘終了後、ヘッセンホウハクはこの地域を最終的に獲得した。ヘッセンのアムト・ブランケンシュタインとナッサウ・ディレンブルク・ハクリョとの教会はその後に確定された。この地域は二つの教区からなっていた。一つはアムト・ブランケンシュタインのウンターゲリヒトを管轄する教区でザルツベイデ・谷ニ上流の旧戦霊教会である。 グラーデンバッハの聖マルティン教会を有していた。もう一つは、ハルテンロートの聖母教会を要するオーバーゲリヒトを管轄する教区であった。校舎の初代司祭は、ペーター・フォン・ブーヒエナウで、1367年に、ハルテンロートで亡くなった祭の記録が残されている。この教区の守護権は、ナッサウハクが有していた。ハルテンロート教区には、キボッテンホルン、 デルンバッハ、ヒュルスホーフ、ヒュッテ集落を含むボンメルスハウゼン、エントバッハ、シュリーヤバッハ、それにハルテンロート自身が属していた。ギュンテロート市債区は宗教改革までは独立し、ハルテンロートとは分離されていたのだが、1526年にハルテンロート市債区と併合された。ハルテンロート教区は宗教改革まで、 マインツ大四教区聖ステファン女祭長区に属した。かつては、ゾル無白領の一部だったギュンテロートは、トリーヤ広司教区、ディートキルヒエン、ラーン女祭長区に属すアルテンキルヒエン司裁区に、編入された。ハルテンロートは何、世紀もの間、グラーデンバッハと並んで、宗教上の重要性を担っており、当時のオーバーゲリヒトで、最も重要な集落であった。 1455年にハルテンロートに新しい教会が建設された。先行する教会堂がなぜ、どのように作られたかはわかっていない。新しい教会堂は、古い教会堂と同じく聖クリストフォロスに建造された。1526年に宗教改革がなされた。その2年後に、ヨハネス・ファーバーが初代の牧師としてハルテンロートに着任した。 礼拝への参列者が増加することで、教会は時代とともに徐々に手狭になっていった。手狭であることと老朽化を理由に、この重要な教会堂は1845年に解体された。ハルテンロートの現在の新しいプロテスタント教会は1858年に完成した。この教会は高い斎藤を持つ広いホール式教会で、 グラーデンバッハ教区監督管区で最も大きな教会堂である。かつては教区内のすべての死者はハルテンロートの教会に隣接する教会墓地に埋葬された。行政は18世紀末から19世紀初め頃に墓地を整備し、その使用規則を定めた。洗礼前、あるいは検診前の子供は、それまでは支部教会や礼拝堂の壁の外や、 の機材に葬られていた。献身の教育は、かつては、献身を受けるすべての子供を集めて、ハルテンロートで行われていた。このため、渋集落の子供は、長距離の、特に冬には難儀な道を往来しなければならなかった。ボッテンホルンは1848年に独立した、牧師区となったが、組織上はやはりハルテンロート教区に属した。 ヒュルスホーフとデルンバッハは1934年にボッテンホルン牧区に移管された。ギュンテロートも1929年に独立し、エントバッハと共に牧区を形成した。これ以後ハルテンロート牧区に属す集落は、ヒュッテ集落を含むボンメルスハウゼン、シュリーヤバッハ、ハルテンロートだけとなった。1986年には、ギュンテロートとビショフェントが、 新しい牧宿を形成した。ボンメルスハウゼンとエントバッハの教会も1969年に新たな牧宿に統合された。これ以後、ハルテンロート教区は、ハルテンロートとシュリーヤバッハの2集落を含むのみとなった。ヒュルスホーフを除くすべての支部教会組織はかつて、それぞれ固有の教会堂、礼拝堂を有していた。 シュリーヤバッハとデルンバッハの教会堂は戦争や組織の急防により荒廃し取り壊された後再建されなかった。これに対してボンネルスハウゼンには1965年以降2つの教会が存在している。800年以上の歴史を有する旧マリア・レイハイ堂と一風変わった卵型の平面を持つ新教会である。ンテロートとボンネルスハウゼンだけには 中世世紀の教会建築がほとんど改築されることなく元の形で残されている。デルンバッハを含め、他の集落の教会はいずれも19世紀、または20世紀の新しい建築である。ハルテンロートの女性は一貫して古くて、風変わりな黒い民族衣装、デルムッチイコールトラハトを身につけていたが、20世紀の中頃から見られなくなった。 1526年にホムベルクで開催されたホムベルク教会会議では、ヘッセン砲白領の宗教改革とともに村の学校の設立も決議された。ヘッセンホーハクフィリップ一世は、1537年にすべての村の子供がキリスト教の教義を学ぶように定めた。これに伴って、1574年から共同での献身令が義務付けられ、 その際に定められた授業を受けることとなった。同じ年に、礼拝の祈祷や規則を記した書物、ヘシッシュアゲンデが出版された。1634年から一般的な授業が行われるようになった。1627年、または1629年に定められた教会や、学校での教育義務は、両主の命令遵守を強く意識づけるためのものであった。 牧師のいる村の授業は牧師の候補者によって行われた。候補者は牧師にふさわしい人物であることを授業で証明する必要があった。ラテン語教育も当時すでに行われていた。例えば1532年にはアルベルト・フォン・デルンバッフ派が1563年にはハルテンロート出身のヨハネスがマールブルク大学に進学している。 ハルテンロートには1623年に全教区の教師としてヨハネス・シュトラウスがいたことが証明されている。1639年にはラインハルト・パウルがこれを引き継いだ。また、通学路が特に当期には遠くて危険であるためボッテンホルーンとボーンメルスハウゼンに別の教師が駐在することとなった。ボッテンホルーンにはヤーコップ・パウルが ボンメルスハウゼンには、ローレンツ・ホップマンが赴任した。ここでの授業は1665年から1720年まで行われた。18世紀初めからは、ギュンテロートとエントバッハにも教師がいた。デルンバッハとヒルスホーフの子供たちは、ボンメルスハウゼンに通学した。1822年から1844年までは、デルンバッハにも教師がいたが、 その後は1878年に学校が建設されるまでは、ボンメルスハウゼンで授業を受けた。何十年にもわたって一緒に授業を受けていたため、ヒュルスホーフ、デルンバッハ、ボンメルスハウゼンの3つの地区ではほぼ同じ方言が使われている。1733年7月28日、ヘッセンの基礎教育の修学年数が8年と定められた。当時、 学校の校舎はなかった。授業は、教師の家や、あるいは他の家の持ち回りで行われていた。18世紀初め、自治体の学校建設に関する指示が交付された。しかし、この命令が完遂されるのは何年も後であった。1867年に、ヒンターラント地方がプロイセンに併合された後、初等教育が特に奨励された。1868年には、 教育に体育が取り入れられた。ハルテンロートとボンメルスハウゼンには実家学校が創設された。ここでは14歳から17歳の男性が学んだ。1899年にギュンテロートがこれに続いた。また、ボッテンホルンにも同様の学校が設立された。教師は夕方に授業を行った。夏の授業は頻繁に中止された。 戸外で働くレンガ済みの土偵は建設工事が行われない当期にだけ授業に出席した。1934年4月1日、軍は村の実家学校をビーデンコプフの軍立職業学校に統合した。1924年26年の学期からジュターリーン書体が導入されたが、1941年に現在の聖書体に再び変更された。 1945年3月28日のアメリカ軍入場により、同年9月30日まで授業は中断された。1945年10月1日8時の教会の鐘の音とともに授業は再開された。ドイツ籍十字看護師会の看護師エルフリーで、ガイスラーは、療養所、デンノホ、エントバッハに建設することにより、この町の療養施設の基礎を築いた。 ギーセンでの治療の傍ら、彼女は、整形外科指導医、ハンス・シュトルクについて学ぶことができた。彼女は、シュトルクの援助を受けて、エントバッハの家に、クナイプ式水浴施設を設けた。水浴室が完成する前に、洗濯場で、エミリー・シュミット夫人の治療が行われた。治療器具として、全く普通の浄炉が用いられた。シュトルク教授は1950年から、 助手のネーベル医師と共に薬剤を用いない物理療法、食事療法による治療をエントバッハで開始した。これが本格的なクナイプ式当事場の始まりとなった。1950年、当時の町長テオドールベッカーの主導家でエントバッハにクナイプ式水浴観光協会が設立された。当時の隣接町村、ボッテンホルン、ハルテンロート、ボンメルスハウゼンは、 こうした開発を最初は会議しながら後には興味を持って見守った。1953年からはこうした隣接する町村にも白い工業である観光業に携わることを目的とした観光美化協会が設立された。こうした活動は州政府による積極的な支援を受けた。春天郎とは1962年12月4日。 ボンメルスハウゼンは1962年12月20日、ボッテンホルンは1964年に、それぞれ、シュタートリッシュアネルカントルイヤーホーランゾーとの称号を得た。エントバッハはこれらとは違う道を取った。エントバッハは一貫して、クナイプ・クリールとの称号を目指して、努力を行い、早くも1955年に、これを獲得した。 1970年にこの称号は、クナイプ・ハイルバッドと改められた。エントバッハでの当時と、3つの保養地への旅行は1950年代から1960年代、初めに発展し、高い評判を得た。かなり多くの古い農作業用建造物が、客室に改造され、ペンションに改築された。また、新しいペンションも建設された。例えば、 ボンメルスハウゼンだけでも延べ宿泊客数は1960年の5300人から1964年には13080人にまで増加した。その後、3つの州認定保養地の滞在客数は減少していった。エントバッハは当初は客数減少をかぶらなかった。客数減少の背景には増加する長距離旅行。 増大するゲストの居住性に対する要求、魅力に乏しいレクリエーション施設、滞在客の要望に応える、柔軟性を欠いた、レストラン、低下した家主の投資意欲などが、複合的に影響していた。滞在客は、1963年以降、18日以上の休暇を改造された納屋や家畜小屋で過ごすことは、しなくなったのである。 オーストリアや憧れの地イタリアが誘い、旅行客はそちらに流れていった。集中的な努力にもかかわらず、このトレンドを変えることはできなかった。ボンメルスハウゼン地区には、現在、2軒のペンションと2軒の貸し別荘があるだけで、ある。エントバッハも、現在客不足に悩まされている。バートの称号1973年10月11日に、 ヘッセン州内務省は、エントバッハの町に、バートの称号を冠して、バートエントバッハと名乗ることを許可した。1974年7月1日の、地域再編によって新たに5つの地区が加わったが、この称号は引き継がれた。温泉の供給、バートエントバッハのランディルイコールテルメモルンスハウゼン、アンデアザルツベーで出身のヨハネスベッカーは1890年に、 ザルツベーデダニのマッペスミューレの北西で150メートル深さのボーリングを行い、数年後にゲッチェンミューレの北西で再びボーリング調査を行った。どちらのボーリングでも温泉経営に必要となるナトリウム、塩化物線を掘り当てた。その拡充に関して何年にもわたる議論が行われたが、1920年代の半ばに結論のでないまま議論は打ち切られた。 終士定温泉地、バートナウハイムが、競合することを察知し、すべての拡張計画を阻止したのである。1980年代半ばから1990年代の、初めに、バート・エントバッハの保養地産業を確立、振興のために、温泉のボーリングを実施する、具体的な提言がなされた。そのための前提となる地質学調査が行われた。 2001年11月22日から、ヘッセン州とマールブルクビーデンコプフ軍の支援を受けて、バート・エントバッハの西、ザルツベーデダニで、ボーリングが行われ、深さ942メートルから、温度に関しても、内容物に関しても期待された通りの成功が、もたらされた。良質の温泉が開発されたのである。この塩分の由来が、クバイ島であるのか 第3期のオーバーラインシステムの岩塩交渉であるのかははっきりと解明されていない。温泉量は期待されたほど多くはなかったが、温泉を満たし、需要に応えるには十分な量であった。さらに余剰分を他の治療目的に使えるほどの量があった。利用コンセプトに基づき、新しい温泉の建物を建設することが提案され、具体的な計画に発展し、実行された。 新しい魅力的な温泉は2009年10月に完成した。1971年2月1日に、それまで独立した町村であったエントバッハとボンメルスハウゼントが合併して、新しい自治体エントバッハが形成された。同年12月31日に、ハルテンロートとシュリーヤバッハが合併して新たな町ハルテンロートとなった。 1972年4月1日に、ギュンテロートが、エントバッハ町に加わった。1974年7月1日、地域再編に伴って、バートエントバッハとハルテンロート、それに、ボッテンホルン、デルンバッハ、ヒュルスホーフが合併した。以下の表に、人口推移を示す。1961年までの数値は、 エントバッハ地区のみのもので、2000年以降の人口は8つの地区からなる、現在の自治体、バート・エントバッハ全体のものである。バート・エントバッハの長議会は23議席からなる。ユリアン・シュバイザーは、2017年10月8日に、バート・エンドバッハの長長に選出された。2017年9月24日の投票では、過半数に達した候補者がいなかった。 決戦投票では、スピードに属すシュバイツァーが59.5%の票を獲得してカリーナ・シュレンパー・ラッツェルに勝利した。こにより2005年から、超々色にあったマルクス・シェーファーは職を解かれた。バーとエントバッハの紋章の図柄、緑地に、銀の逆斜め破体。右上角から姿を表す金の太陽。斜め体に沿って、斜めに置かれた金の上路。 この紋章は1956年8月24日に認可された。歴史的な紋章は知られておらず、1955年に新しくデザインされた。この街は重要な光線であり、太陽と上路で象徴される。斜めの波体は街を流れるザルツベイで川を表している。ボンメルスハウゼン郷土博物館数多くの教会合唱団の他に、 町内には、音楽協会、ヒンターレンダーブラスムジークバート・エントバッハイ、e、EV、合唱団1875ハルテンロート EV、男性合唱団、アイントラハト1878ギュンテロート、男性合唱団1884および、混成合唱団ボッテンホルン。EV、男性合唱団、リーダークランツ・ボンメルスハウゼン 1907EV、 有ンとハルモニカオーケストラハルテンロート EVCVJM ブラスアンサンブルボンメルスハウゼンがある。ボンメルスハウゼンの旧マリア礼拝堂ボンメルスハウゼンのマリア礼拝堂ボンメルスハウゼン地区にはその南東の入り口に建築史上特筆すべき建造物である古いプロテスタント教会がある。ロマネスク時代に起源を持つこの礼拝堂は13世紀に 初期ゴシック様式で改築、または修復がなされた。この礼拝堂は、それ以後、現在までほとんど改造の手が加えられていない、文化史上重要な建造物である。明らかに改築されている、東のハフの木材は、1269年から1274年の、ものである。この建物はさらに250年から300年、古い可能性がある。建築士。 考古学的調査及び修復工事により内部空間の西側から南側の角が古い先行建築を示唆する古い基礎の上に立っていることが判明した。これは例えば石の基礎の上に木造教会が建てられていた可能性を示しており、聖母にファティウス以前のアイルランドスコットランド系宣教師による不況時代の建物であったかもしれない。 発掘され、その存在が証明されている内部に入り込んでいた、長方形の内陣を含む、礼拝堂の平面は、カロリング町時代の教会のモデルに従ったものである。それは、11世紀まで残されていた村の教会がそうで、あったのと同じ、平らな天井を持つ、ホール建築であった。この建物は、ボルムスの石膏組合の影響下で建設された、可能性があり、 規模の違いこそあれ、ボルムスのマグヌス教会と多くの類似を示している。この地域には、ボルムス司教が多くの権利や所領を有していた。さらにボンメルスハウゼンの礼拝堂は、1271年に記録されているクロフドルフの聖マルガレーテ教会と大きさも含めてよく似ている。この礼拝堂は、がっしりとしたモルタルの基礎の上に建てた。 高砂岩の荒石の壁に化粧塗りを施した、むね長方形の建物である。角、窓、戸口に削った石はない。南面には創建当時の元来の様子が見られる。高い位置に二つの細く小さい窓があるが、内側は半円アーチであるのに対して、外側は簡素な戦闘アーチを示しており、改築時に設けられたとみなされている。 西壁にはこれよりやや大きな窓があるが、これは北壁の大変小さな窓と同様、改築時に拡張されたものである。かつての聖職者入り口は南壁の前面にあり、明らかにロマネスク様式を残している。この入り口は一旦壁で塞がれたが、修復時に再び開かれた。現在は礼拝堂への入り口になっている。かつて平身との入り口であった。 主玄関は北側のやはり後に拡大された長方形の窓の下にある。礼拝堂の東側に横長の長方形をした内陣がある。ここは18世紀の初めに開かれ、開放部は壁で塞がれた。本堂内部は幅約6.95メートル、長さ10.15メートルで壁の厚さは約1.20メートルである。建築の基本計画は 1>, 1フィート平均33センチメートルで設計されている。すべての計画は7という数字に関わる独自の象徴性を示している。内部は平天井のホール建築であり、最初期の2階席が総合的な改築がなされたことを示している。この礼拝堂は首廊として屋根の上の小塔を有している。この地域の他の教会のような内陣塔は有していない。 この点では、この礼拝堂の建築様式は、この周辺ではユニークなものである。この礼拝堂は奇跡を起こす、泉の上に建てられたという伝説がある。村の一番深い位置にある、その立地がその証とされた。この建物は、マリア礼拝堂として、宗教改革前には、巡礼教会ともなっていた。1965年に、新しい教会が完成した後、 この民間団体が所有していた建築は修復しないという条件付きで個人の所有に売却された。この建物は老朽化が進行し取り壊しの危機が迫っていた。軍は何度も建物を保護する措置の大執行を行った。ヘッセン州文化財保護局は1988年に結出した文化財の収容を勧告した。 長い議論の末、軍は1994年10月にこの建物を受領し、建築史上の調査が行われ、包括的な修復がなされた。2000年5月7日に、旧礼拝堂は、式典と共に、再び公開された。これ以来、マールブルクビーデンコプフ軍は、旧礼拝堂の管理者であり、教会組織はこの建物の、特に教会の祭事への運用と利用を担っている。 ギュンテロー島のプロテスタント教会ギュンテロー島のプロテスタント教会旧聖ペーター教会この建物は同じ高さの教科ホールを持つ内人島教会である。最も古い部分である内人島は多くの点が12世紀から13世紀に建設されたことを示している内人島教会は中世にラーンディル地域で有力だった建築様式である 内陣島の誓いは、祭壇室で、低い戦闘型の屋根の中には、それぞれ1452年と1453年に、製造された二つの金が収められている。シュードマンサード屋根を持つ、中世の教会堂は何度も増改築が行われた。建造物全体は、不定期な切り石で作られている。1662年に説教団が作られ、 二階席は1664年、1680年、1731年、1804年から1809年に取り付けられ、拡張され、1954年から56年に改築された。文化史上重要な教壁の壁画は1809年に制作された。高架橋とトンネルアルザルツベイで鉄道は、ボンメルスハウゼンイコールヒュッテ、エントバッハ。 ハルテンロート近郊で三つの高架橋を渡り、ハルテンロートとアイゼムロートとの間でトンネルを通っていた。エントバッハ近郊のいわゆるザルツベイで高架橋は、9つのアーチを持つ、長さ165メートル、高さ15メートルである。この高架橋は、現在、バーとエントバッハの象徴的建造物であり、夜はライトアップされる。同種の建造物としては、 ハルテンロート近郊のシュリーヤバッハ・ダニにかかる長さ約150メートル、高さ13メートルの高架橋があり、やはり9つのアーチからなる。ボンメルスハウゼンイコール・ユッテの高架橋は、長さ約25メートル、高さ11メートルで、3つのアーチからなる。ハルテンロートとアイゼムロートとの間、ザルツベーデ川、アール川、すなわちラーン川、 ディル川の分水海の下を通る大きく曲がったトンネルは長さ約700メートルである。ホイルアイヒエハイキングバートエントバッハ周辺の丘陵に富み森に覆われた地形はハイキングに最適である。プレジカートバンダーベクのフィールテラーベクのほか24本の遊歩道が存在する。さらに6本のノルディックウォーキングコースや自転車道が通っている。 いくつかの高い場所からは、優れた眺望が得られる。例えば、ビューンスベルク、マールブルク、フラウエンベルク城司などが見られ、晴れた日には、ベスターバルトのフックスカウテ、クニュル山地のクニュルケプフーヒエン、ホーゲルスベルク山地のホーエローツコプフ、タウヌス山地のフェルトベルク、ビースバーデン近郊のホーエブルツェル、エーダーコプフ、ビーデンコプフ近郊のザックプファイフェ、 ビンターベルク近郊のカーラーアステンなどを望むことができる。さらに特に視界の良い日には、レーン山地のバッサークッペまで演望できることもできる。展望台は、エントバッハープラッテ、ギュンテローと近郊シェーンシャイト、ボンメルスハウゼンとエントバッハの間のバーで、デルンバッハ近郊のグユーネシュタインなどにある。また、ボンメルスハウゼンとヒュスホーフ、 デルンバッハとの間の高地には、例えばボンメルスハウゼンの北にある山小屋、アムシュタインやボッテンホルンの東 1km のシャイトといった展望台がある。ウィンタースポーツヒュルスホーフやボッテンホルンに近いボッテンホルン高原には、冬には長距離スキー競技用のロイペが刻まれる。ハルテンロートには、格好コースや、スキーリフトを備えた、ウィンタースポーツ地区がある。 このゲレンデは夏にはグラススキー場として利用されている。バーとエントバッハは現在主に保養産業と観光業で成り立っている。この街には大企業や大きな工場はない。クナイプ式水浴は以下の病気に適応を持つ。バーとエントバッハでは特に偏頭痛や慢性頭痛の緩和効果があり、この効能は現在ドイツで唯一のものである。 保養産業は合わせて約550床14人の医師が携わっている。2007年には6万人以上が療養やハイキングのために滞在している。バーとエントバッハは現在変頭痛治療と循環器疾患の療養及びアフターケアに特化している。バーとエントバッハ健康センターは1976年にオープンし2009年秋まで 運動浴場、治療センター、フィットネスイコールウェルネススタジオ、マイネ・インゼル、カフェテリアからなっていた。2008年5月から、健康センターの近くにラーンディルベルクイコールテルメが新設され、2009年10月から営業を開始した。古いセンターは取り壊され、これにより、空き地となったスペースは、公園として利用され、緑地に取り込まれた。道路、 ビーデンコプフからグラーデンバッハ、バイデンハウゼンを経由して、ソルブーヒエに至る最も古い舗装道路が1817年から1825年にかけて建設された。ソルブーヒエから古いベストファーレンベクはギーセン方面に向かって近代的な道路に改装された。この道路はナポレオンの時代にはすでに一部で舗装がなされていた。 長域を通る最も重要な古い街道は、マールブルク、グラーデンバッハとヘルボルン、ディベンブルク方面とを結ぶオーバーゲリシツベクであった。この街道はボーテンベクあるいはアムツベクとも呼ばれ、谷間を通る道として、中世世紀から1865年まで使われていた。デルンバッハのボンメルスハウゼンイコールヒュッテの上流に、1852年に、 ショーフポンツ橋が架けられ、オーバーゲリヒツベクのコースが変更された。この街道は、グラーデンバッハから来て、バイデンハウゼンの北ヒュッテ、エントバッハを通り、ハルテンロートから、アイゼムロート方面へ抜ける。バイデンハウゼンから、ハルテンロートに至る、現在の軍道は1860年以後に作られた、ものである。1878年から1880年までに、 新しい街道であるボッテンホルンシュタインペルフ線が開通した。1906年、7年からエントバッハとギュンテローとの間の道路ができた。1912年から1913年にはヒュッテからボンメルスハウゼンを経由して、ボッテンホルン、さらにデルンバッハに至る道路が建設された。 プロイセン政府は1923年から1925年まで、失業者のための対策事業として、ギュンテロートビショフフェン間の道路建設を行った。古いマールブルクヘルボーナーアムツシュトラーセのコース上でのハルテンロートからアイゼムロートへの軍道の拡張の失業者、対策事業として行われたものである。これらの街道は、町内の道も同じく、 砂利道であった。これらは1950年代までそのままであった。バイデンハウゼンからハルテンロートを経てディル軍に入る道路だけは第二次世界大戦前にタール舗装されていた。砂利道を覆う砂として気力岩や緑岩の石切りバッジ表層の砂が使われた。この砂は水をまくと極めて強固になるため道路表層の目的に適していた。 集落間を結ぶ回の道や高地整理前のの道は、そのほぼすべてが、現在の状態に比べて、ひどい状態にあった。町は、ビンツィナールベク沿いに、政府の命令に従って、果樹を植えなければならなかった。果実は、秋に競りにかけられた。これらの木は、道路拡張の犠牲になったり、多くの交通事故死の原因とみなされ、徐々に伐採された。 ボンメルスハウゼンの高台のデルンバッハやボッテンホルンへの道路沿いには多くのサクランボの木があり、規定通りのサクランボの木の並木道となっている。1952年から1956年にラーヒエルスハウゼン、ラントラーツクロイツ、ボッテンホルンまでを結ぶ長く待ち望まれていた道路が建設された。1961年、62年には ラントラーツクロイツからデルンバッハを経由してボンメルスハウゼンに至る道路のルート改善が決定された。現在、軍道としてバート・エントバッハを抜けて東から西にザルツベーデダニを通る L3050 線はこの町の幹線道路となっている。この道路はバイデンハウゼンの連邦道 B255 号線へのジャンクションを介して 広域交通網と接続している。バイデンハウゼンからボンメルスハウゼンイコールヒュッテの区間は1968年から69年に大規模な改修を受け、これによってボンメルスハウゼンイコールヒュッテの交通量が緩和されている。ヒュッテ地区で L3049 号線が L3050 号線から分岐し、北に位置するボッテンホルン、ヒュルスホーフ、 ボンメルスハウゼン地区を結んでいる。デルンバッハは L3049 号線からラントラーツクロイツへの脇道沿いに位置する。エントバッハ近郊の高架橋鉄道ベルギッシュメルキッシェ鉄道会社は早くも1850年にアルテンフンデムからラースフェアボッテンホルンを経由してギセンへ至る鉄道路線を建設する予定であった。この計画は ボッテンホルンの村長やその行政当局の強い抵抗によって頓挫した。アールザルツベーで鉄道が建設されるまで、最寄り駅は、フロンハウゼン・アンデア・ラーンとディレンブルクにあった。1890年から、新たな鉄道路線の建設が行われ、1894年5月12日に、最初の区間であるニーダーバルゲルン・バイデーデンハウゼン、間が開通した。 この路線は1898年から1902年までに、ヘルボルンまで延長された。ボンメルスハウゼンからアイゼムロートまでの間は、ボンメルスハウゼンイコールヒュッテ、エントバッハ、ハルテンロートの3つの高架橋と、ハルテンロートアイゼムロート間の長さ700メートルのトンネルが設けられた、大変に経費の傘む区間であった。1899年7月24日に、 エントバッハ近郊のザルツベイで高架橋の提訴がなされた。掘削作業はほとんどポーランド人労働者ばかりで、レンガ積みや、その他の仕事はほとんどイタリア人ばかりである。労働者が話す言葉は異なる言語であったにも、かかわらず、仕事はこれまで一体感を持って、混乱なく行われている。この高架橋は9つのアーチを持ち、 長さ175メートル、高さ18メートルである。このカーブを描く建造物は、鉄道監査官の変遷と pt 比によって計画された。この高架橋は、現在、バートエント・バッハの象徴的建造物である。同様の建造物としては、ハルテンローと近郊のシュリア・バッハ谷に、長さ約155メートルの堂々たる高架橋がある。 さらに長さ約25メートルの高架橋が、ボンメルスハウゼンイコールヒュッテ近郊に建設された。また、ハルテンロートとアイゼムロートとの間のザルツベーデ川、アール川分水海、すなわちラーン川、ディル川分水海のもとに、長さ700メートルのトンネルが掘られた。バイデンハウゼンハルテンロート間は1901年7月15日に開通した。 1902年8月1日に、ニーダーバルゲルンから、ヘルボルンへの最初の列車が運行され、これにより、ヒンターラント地方は、ダーンタール鉄道やディル線を介して、広域鉄道網に接続した。航空庁内には、ボッテンホルンに、長さ525メートルの草地の滑走路を持つ、飛行場がある。これはゾンダーランデプラッツで、ICAO 空港コードは、 エッジットである。ボッテンホルン航空スポーツ協会がこれを運営している。基礎家庭学校は、バート・エント・バッハと、ボッテンホルンにある。ミッテルプンクトシューレ・ハルテンロートは、基礎家庭学校、本家庭学校、実家学校からなり、オリエンテーション段階を含む。5つの大きな集落、すなわちバート・エント・バッハ、ボッテンホルン、ギュンテロート、ハルテンロート、 ボンメルスハウゼンには幼稚園がある。これらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。